後輩。後輩、後輩とは、動物の肺の発達の初期段階の一つ。分化しない細胞が、卵の外側に配列し、中央には通常は、後輩空と言われる空所が現れる。ほぼ全ての後生動物に共通する、発生段階である。なお、内部ではこれ以前の時期とは異なる現象もあり、また後の分化や、 形態形成に向けた活動も起こり始めていることが知られている。受精卵は卵活と呼ばれる細胞分裂によって細胞数を増やし、ある程度の数に達した細胞は、休憩の卵の表面に並び、卵活空と呼ばれる中央の液体に満ちた空を囲む。その前の段階として、双日肺を認めることもあるが、区別は曖昧である。後肺には、幻聴肝入が起きて、 幻聴肺へと発達する。放肺期は、早実肺器の後に続く時期であるが、両者の区別は、さほど明確ではない。16細胞期は、早実肺だが32細胞期は、どちらと言っても構わないとの声もある。ただ、ほとんどの動物において、ほぼ均質な細胞の集まりとなり、また細胞分裂が遅くなり、同調性が弱くなるのが、この時期である。他方で、 それに続く時期は、幻聴廃棄だが、これは幻聴の貫入が始まるので、その区別は比較的はっきりしている。卵活の開始から、放廃期までは、肺の内部での移動や変形などが少なく、見かけ上は、均一な細胞の列であり、外見的にも、ほぼ休憩である。これは、これ以降にその内部で大きな動きが生じ、形態形成運動が始まるのとはっきり異なる。 例えばウニでは、この時期にはその表面に線毛を生じ、受精膜から脱出して遊泳を始める。これを遊泳放廃というが、形態的には植物局側の細胞がやや背が高くなる程度である。その直後には植物局側から放廃口内に細胞が入り込み、一時肝獣式を形成し始めるが、これはすでに現状廃棄の始まりにあたる。放廃は、 極体がついている側である、動物半球と卵黄を多く含む側である、植物半球という極性を有しており、各半球の中間領域を赤道面と呼ぶ。両生類においては、動物半球は、後の外排用に、植物半球は内排用に、赤道面の内部組織である帯域は中排用に、それぞれ相当する。 実際には、包廃といっても様々な形がある。これには、系統の関係と、それに、卵黄の量が深く関わっている。中央に、包廃空がある、中空の型。ウニや、ナメクジウオ等では、細胞層は単層だが、両生類では多層になっている。また、動物局側と植物局側で細胞の大きさが異なる例もあり、大抵は、植物局側が大きい。 特に両生類などでは、その大きさが極端に異なり、後輩空は動物極側に大きく偏る。爬虫類や蝶類などでは卵黄が非常に多く、細胞質は動物極側に極端に偏り、卵活はその部位でのみ起こる、万活。その結果、卵黄の表面に盤状の細胞層が乗っかった形となり、卵黄との間にわずかな隙間を作る。 この細胞層を胚盤と呼び、卵黄との間の隙間を胚盤した空というが、これが、胞胚にあたる。胚盤した空は、胞胚空に相当する。距離においても、ほぼ同様の形をとる。哺乳類の場合、卵活が進んだ肺は一見では、ウニなどと同様にほぼ中空の構造を作り、これが、胞胚にあたり、哺乳類ではこれを特に胚盤法という。ただし、 中央の空洞は、放廃空と騒動ではない。というのは、この構造は外周に一層の細胞層があり、その内側の一箇所に細胞集団がある。前者を栄養目層、栄養外排用、後者を排血節、内部細胞界というが、このうちで肺を形成するのは、排血節のみなので、栄養目層の方は、肺膜などになってしまう。これはつまり、哺乳類は、 爬虫類的な祖先から進化したものであり、蒸気のような万法廃の形から、体制への移行によって、卵黄をすべて失ったことによる変形をした結果と考えるべきである。中央に、法廃空を持たない形で、実法廃、無空法廃ともいう。海面動物や四方動物の一部では、球形の卵を放射状に区分したような形の、法廃となる。関係動物では、 植物局側の大型細胞の上に動物局側の小型細胞が張り付いたような形となって真に空所がない。少なくとも後者は本来は空放肺であったものが細胞層の飛行で空所を失ったものとみなされる。他に吸虫類やワムシ類でも見られる。甲殻類や昆虫に見られる方。この類では卵黄が卵細胞の中央に集中、中央卵子。 細胞分裂はそこまで及ばない。核は卵黄の中で分裂を繰り返し、その後卵細胞の周囲に移動し、ここで細胞質が分裂すると、放廃期になる。放廃空は、やはり生じない。なお、細胞質分裂が始まる間、卵の表面に核が並んだ状態を多核性放廃、細胞質が分裂した段階を、細胞性放廃という。哺乳類において、 後輩形成の結果として、廃盤法が形成される。それらは構造的に類似するが、これを後輩と混同してはならない。それらの細胞は全く異なる運命をたどる。卵活期には、細胞分裂は非常に素早く進行する。これは、分裂に必要なタンパク質の合成のための、mRNA が、卵形成の過程で母親によって与えられているためである。 これを母性、mRNA という。それに対して、両生類などでは、この時期から受精卵の核のゲノムからの転写が始まる。そのために分裂に際して新たに mRNA、そしてそれによるタンパク質の合成が行われるようになり、分裂の速度は遅くなる。また分裂後に細胞が成長する、分裂が同調しなくなるなどの変化も起きる。この時期を中期方配変異という。 また、幻聴廃棄に幻聴貫入の先端に立ち、神経誘導を行う形成体は、この時期に植物極側の細胞によって誘導されて分化する。これを中胚用誘導という。また、アフリカツメガエルのこの時期の動物極部分をアニマルキャップといい、これは切り出した部分が防止腸であることによる。この部分を切り離して培養すると不整形表皮という。 表皮のようなはっきりしない解状となり、全く未分化の細胞界とみなせる。そのため、この部分に誘導因子と思われる物質を与えて、分化の様子を折ることで、誘導の活性があるかどうかが判定できる。そのため、この判定法をアニマルキャップ検定という。この時期は、ほぼすべての多細胞動物に共通するものである。この後、 幻聴が貫入すると、そこで止まるもの、反対側に開口して、肛門を作るもの、新たに口を作るものなど、分類群によってその後の進むが分かれる。ヘッケルはこれらを、動物の系統を反映するものと考えた。つまり、動物の共通祖先の形を、後輩のような糖質の細胞が、表面に並んだ玉であり、そこに弁毛を持って遊泳していたものと考えたので、ある。 彼はこれに、ブラステアという名を与えた。なお、海面動物の石灰海面類では、後廃の一端に口が開いて裏返ることが知られる。大髭周り、ボルボックスでは、娘軍隊の成長段階でやはり裏返ることが知られており、また、ヘッケル流の系統論ではこの類が、多細胞動物の祖先の方とみなされたことがある。そのため、この共通点は、 両者の類縁関係を示すものと判断されたこともあった。現在ではこの両者の強い類縁関係は否定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。